私荒垣しまこと申します。よろしくお願いいたします。私はもう、まあ、ちょっと自己紹介ついでに、ね、これも自己紹介になるんですけどね、ずっといろんな形でいろんなボランティア活動もやってきました。自分の仕事もしながら、例えば何ですか、もう一の子供も4人おりますからね、やっぱり高校大学行かすためにはお父さん一人は足りないから、生活のための仕事もしながら、それからいろんなところボランティアもしながら、最終的には保護司もね22年間やりました。それでこういうふうに天皇陛下から男女褒章、こういう賞も一応は頑張ってきた証としてあります、もらいました。まあそれも自己紹介の一つとして、はいはい、そうね、私はフィリピン生まれなんですよ。フィリピンのミンダナオ島、ダバオ州、ダバオ市、ミンダナオ島、ダバオ州ですよ、ダバオ市。そしてあの頃ずっと山の奥の奥手の方のバゴ高地といってね、バゴというところでね、もう本当にジャングルの原始林のすぐ手前まで切り開いたその辺あたりでいたんです。で、そこで生まれたんですよ。それこそ山の奥で。で、3歳の時に、まあ両親は結局だんだん町に向かって行ってるんですね。子供の教育のためを考えたんでしょうね、あの後から。それで町に、ちょっと下町に出て、カリナンというところに引っ越して、そこで一時クリーニング店、洗濯やっておりました。で、だけどまた、そこでは、あそこで、向こうでは長男、私と2人生まれて、孫では。で、そこ来てから、次男の3人目の弟が生まれて、1歳頃に、やっぱりここも、どんどんダバオを目指してるんですね、目的としては。後でこれも私分かったんですけど、要するに子どもの教育のためにはどうしても都会の本当の大きな学校に行かしたいということがあったみたいです。それでそこからダバオに移って、ダバオの町の近くに大きなジャングルはまだまだ原始林が残っていて、そこでまた最初から本当に散々苦労してね、私が手の内見たんですよ。大勢の人がもういつでも20人30人ぐらいの人たちが集まって、今のようにほらあれがあるわけじゃないですね、なんていうんですか、チェーンソーというの、はい、機械でガーッて切るんじゃないから、あっちに座ってこっちに2人でこの大きな浜の横でゴーシーゴーシーって、うん、切るのも そこから落ち見ていましたよ。本当に最初からまだこれ草しかならんけどね、その様子を見ながら、そしてもうこれをもう両親はそういうことをやって切り開いて、そしてまあ切り開いたらそこに火入れをするんですね。火を入れて燃やすんですよ、木の葉とかそういうものを燃やして、その間に木とかいろんな枝や木の間にこの芋マニラ麻といいましてね、繊維を取るほらバナナの全く回るバナナの木ですよ。それを繊維を取るもんだから、強い、もう繊維が強いから普通のバナの皮とかそうなのと違います。マニラ麻というんですよ。それを植えて、まあ、その芋一個一個植えて、それが何万株、例えば何千なら何千、1万なら1万株って、それで積もって1万株2万株と決めていたみたいですね。ですけどうちの父たちはもう町の一番近くに残ってる最後のジャングルですから、そうね、1万5千ぐらい株を持っていたような気がします。そんな話をしてるの、親がやってるの私は聞いていたんですよ。でそこでその植えたら、向こうとっても不要の土地だから、あっという間にどん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 芽を出してどんどん大きくなって、でどれくらい1年もかからうちの本当にもうなんていうのか、緑の葉がいっぱい、もうこの房をさ風になびいてね、もうすごく茂るというのかな、張っていたんですよ。それを切り倒して、でいちいちこの皮を剥いで機械でこう発動機でもってこの繊維にするんですよ。繊維にしたものはこれを一番に5番ぐらいまで分けて、一番いいのが一番
方言のいつも一番をと言ってうちの親たち言ってました。一番最初に取れる長い真っ白い糸は本当に長くて、もうそれを干してこっちは一番、あっちは二番、こっち三番、四番、五番ぐらいの分けてましたね、糸の種類を。それをほら乾いた頃にちゃんと梱包にして、もう一人でできない、男三人四人で一生懸命梱包にして、この取り引き取る中間卸みたいな、今でいう中間業のような人たちが卸を取って値段つけて、これいくらこれいくらって、そうやって売って、そのようなようなのがバカ栽培といってね、沖縄の人が主ですよ。農業移民として行った沖縄の人がフィリピンのミンダナオとのダバオというところね、なんていうの、切り開いていったのはほとんど内地の人いませんでした。みんな沖縄の人がいました。全部沖縄中、あっちを切り開いて開拓したのはね、うちなんつですよ。この間師匠の話聞いてるとね、太田教授さんが頑張ったっておっしゃってるのはテレビで少し見たけど、太田教授もそれ いらっしゃいまして、太田会社って私たち言ってました。この人も山は確かに持っていたかもしれないけど、ほとんどみんなが作ったのは買い取って売って、そういう仕事をしていたと思うんです。原始林を切り開く人たちこそが大変だったんですよ。原始林っていうのがどんなもんかご存知ですか、皆さん。沖縄にも日本にはないですよ、あんなような流行りはない。はい、熱帯雨林といってね、もうなんだか50メートル、80メートル、400メートルも木の高さ、それが密集してるもんだからね、もう風も空気も張らないような、湿度ももう本当に 100% 以上じゃないかなと思うぐらいの、ムシムシで風も入らないようなとこなんですよ。原始林というのは空が見えない、まず、そして夜もお月様も見えない、何も見えないとこなんですよ。そういうところを切り開いて、やっとこうしてもう生活ができるようになって、ちょうど私が小学校上がる頃に、うちの父は本当に目的通りそこについて、目的通り私が学校行く時にはそれを成功させたんですよ。そう思うと、今思うとね、父たちはすごかったなって思いますよ。そして私が学校に行く時には、もう本当に一番大きいダバオ州、ダバオ市のダバオ国民学校といってね、町の大きな町の一番大きな学校に私は通っていました。これはもう子どもの教育のためで、もうどん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 山から出てきた、奥の方からどんどん、その通りさせてくれました。学校は本当に最初から1年の時からもうダバオ国民学校に行っていました。でそれが3年ぐらいになった頃には、昭和16年頃ですよ、何ですか、何かしらちょっと世の中がざわざわと怪しいというのかな、大人たちの話やら何聞いてると、違うし戦争が起きそうだの、何だのかんだのというのが、子供がこれもそれ聞いていたんですけど、戦争ってなんかまだ分からないわけですよね。経験もしたことないし見たこともないし、戦争って一体何だろう、だけどなんとなく怖いなっていう気持ちがあったんですよ。でやっぱり結局始まったわけですね、昭和16年12月8日第二次大戦が起こった頃分かりますよね。その時がに本当にあっちもいっぺんにわーっとすぐもう何かしらもうざわめいと大騒ぎになって、で私たちはもう学校からそのままカバンも担いだまま、すぐ連れられて、日本人を集められてすぐ収容所に連れて行かれたんですよ、親たちもみんな別々。でもその間に親たちは最初の時の、戦争が始まると同時に両親はフィリピン兵に、まあ非業の死を遂げたわけですよね。もういっぺんに両親を失ったんですよ、一番下の弟と一緒に。だからもうその時からがもう本当に私は大変な苦労というのかな、大変な思いしたんです。苦労とか寂しいとか辛いとか、もしよろしければですね、そのご家族を亡くされた状況がどういったものだったのかってお聞きしていいですか。はい、どのようなこと。ご両親と弟さんがフィリピンの人にやられた時の状況を少し聞いてもいいですか。うんうん、私は見てないんですよ。だから後でいなくなったということを聞かされたんですよ。はい、でそれで
まあ亡きがらは同じ沖縄県人がいっぱいいるからみんなでもって埋葬したということも聞いてるんですけど見せられなかったんですよ。だから私はこんな辛いことを本当はね話もしたくなかったんですよ。まあ、だけどいよいよもう私もいつどうなってもおかしくない年になっちゃったからこれはもう今のうちでやっぱりね、うん、残すものを残しておかんと実際あったことを戦争というのがどんなもんかということをみんなに知ってほしいためにねもう決心したんですよ。私は長い間こんな辛い話をしたくなかったです。いいですか。はい、ありがとうございます。それで親戚がいっぺん行っておりましたので向こうに母の弟私がおじがいたんですよ。おじが探し私たちの収容されたところに探しに来ていたんですよ。もうその頃日本語がわーっとすぐ攻め込んできたもんだからもうフィリピン人は方法の手でもうそれぞれがもう逃げて植民地なもんだから植民地のヘイターさんなんて命を懸けて戦うなんていうことはほとんどなかったと思うんですよ。日本軍が12月8日に戦争を始めたら12月20日までにはあの東洋全部ね一気に攻めてきたんですよ。本当に12日間の間に12月8日20日にはミンダナオ島あのフィリピン軍取り締め最後の島ですよ。ミンダナオ島というとこそこにね一気に12日間で攻めてきて12月20日にダバオには上陸したんですよ。でその日本軍フィリピンの兵隊たちがもたもたする間日本軍がワーッと来たもんだから何もそこで戦争らしいこともなく何発もしないうちにみんな逃げちゃっていないんですよ。フィリピン兵はその時のもうさどんなに運が悪かったか知らんけどうちの両親は殺されたようですよ、うん、それでも日本軍が来たからすぐもあちこちの集合されて外から鍵もかけられて私たちは中国人の学校に押し込められてねカバンも担いだままもうそのままずっと昼く連れてこられてとってもひもじおもしながらだけど中国人の学校は各教室に水道だけあったみたいですね。水だけ飲んでそしてあっという間に向こうが来たもんだからしてやっぱり日本人が申し出て飯ぐらい食わさんと子供たちみんな死んでしまうだろうというふうに交渉したらしくてで向こうの植民地なもんだから結局そこにいるアメリカとかスペイン人なんかが多いからねじゃこの人たちが大豆の入ったちゃんと練られた大豆でもないですよ。もう生に売りに生にというの生にした大豆を入れたご飯が少しずつねおにぎり少しずつ渡り寄ったんですよ。その間戦争始まった時から12日間の間この中に閉じ込められたままもちろんというのは中にあるからそれは困らなかったんですけどね。そうしてるうちに日本軍があっという間に攻めてきて日本軍が上陸してきたからもうフィリピン人は逃げてしまってそしてもうそれこそ私たちはバーッと解放されてねその何ですか閉じ込められた中国人の学校からはでもうすぐで住んでるところで日本軍が薄ければ上陸してこなければガソリンがねいくつか缶が一斗缶ずつあちこちに置かれていたんだって燃やすつもりだったらしいですね。後で聞いたらゾッとしたんですけどねもうすぐで焼き殺されよったねということじゃあもう日本軍がバーッとすごい上陸したもんだから日本軍が最初の上陸はよまず何で来たと思います。自転車部隊といって自転車でですよ。あの頃ねえ父ちゃん自転車部隊自転車部隊、はい、もう自転車に日の丸と日照局を立ててね戦闘の兵隊すごいわーっとすごい経理部隊というのが自転車部隊って言ってました。わーっと来たもんだからもう日本語が来た来た来たもう私たちは万歳万歳ともうこんなに嬉しいことはない、はい、すごいもう外に運動場にいてもうわー天の万歳万歳ってやってまたあの人たちも降りてきてよかったな殺されてよかったななんて兵隊さんやってましたけどねまあそこにちょっとした偉い人でしょうね降りてきて殺
さらでよかったし、また今から心配ないからということで、それぞれがあのおそこから割れてもう安心、日本語がっときたもんだから、フィリピン人は兵隊たちと言ったって職務一なんだから、あれたちもそんなに本気で戦うあれもなかったんじゃないですか。あっという間にいなくなってどこ行っちゃったかわからない雲の巣散らすみたいに。そして私たちもそれぞれいたところに帰ったんですよ。一応あの私はもうその時から両親いないから、おじが連れて、おじが探しに来てね、おじと一緒にまたいたところに戻って行って、あのでもダバーの学校はもう何かしらもちょっと想像しくて、あの町の学校はちょっと危ないなということで、うちのおじは第二の学校、大きい学校にね移動したんですよ。あの場所もあのダリアン校という第二の学校にね移って、そこでもうしばらく学校出ていたら、あのなんだなんていうのかな、もうあっという間に日本語がもうそこら中町いっぱいもう溢れるぐらいいたんですよ。でもう開けてもくれても日本語の中にいるわけですね、私たちは。そして歌といえば軍歌しか聴かないから、あの頃うちの一番下の弟は物心ついたら軍歌しか聴いてないもんだから、未だに軍歌しか歌わないんですよ。また後から少しぐらいあの夏目のみたいな歌の少しぐらいわかるけど歌わせば軍歌ね、父ちゃんね、みんながねそう言ってて、俺しょっちゅう軍歌聴ける歌やろなって言ってたんですよ。これはねもう小さい時からもうこういう生活の中にいるもんだから、日本軍のそばに、軍隊のそばに、私たちは、私の家のすぐこの道と同じくらい向こうは兵舎、全部兵舎、その彼もにぎやかでにぎやかで、もう朝から朝早くから朝早くもう5時6時の起床で起きてきて、もう大きな声で軍歌歌いながら、朝の起床くんね、かわれて歯磨いたら庭に出てすぐも歩きながらぐる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 回りながら軍歌歌うんですよ。そしてそれから 朝ご飯でしょうね、朝食やって、まあ、一日の仕事なさってるでしょう、この人たちもう陣地作り、それからはどん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 アメリカもと逆に戻ってきて、逃げたのにまた戻ってくるの、あっちはどんどんどん物量を持ってもうどんどんまた今度東南アジアに攻めてきたから、こっちも油断できないから陣地作りどんどんやっていたんですよ。防空壕を掘ったり飛行場を作り、そしてうちのおじももうその頃から軍属として引っ張り出されて、私たちのこともやりながらまた今度は何あの飛行場を作りに行ったり陣地壕を作りに行ったり、もうそんなこんなで明け暮れてましたね。してでもそれではもうおじさんもほとんどだんだん戦争がひどくなってきたから、ここにいては危ないなということで、結局はあのおじさんもいつもいつもずっと軍に取られて 1ヶ月も帰ってこないとか、私たち3人で大変な暮らしだから、私はたった10歳で、今で言う10歳、前は11って言ってましたけど、弟2人の面倒を見ながら学校を見行きながら、帰ってきたら弟をお風呂入れたり、あの何ですかね、あのご飯作って食べさせたりいろいろやってましたよ。だけどそれは大変だろうということで、田舎の学校の、まあ、ずっと山手の方のこの学校ね、私がもう最終校になりますけどね、そこの学校にあれ親戚がいたもんだから、そこにはたくさんの親戚がいました。私は父のいとことか母のいとこたちとか、それで父のいとこたちが迎えに来て、3人はあんたち3人そうしといていかんから、もうあっちに山の方にどん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 疎開も始まってるから町は危険ということで、もう田舎の学校にどんどん移っていたもんですから、私たちもそこに移りなさいということで連れて行かれたんですよ、もう山手の学校に。そしてその時に行くまでは3人一緒にいたんですけどね、兄弟向こうに移ったら一人一人別々に親戚のように引き取られて、それから3人は全く別々過ごしていました。この移った場所はダリアンですか、違います、ダリアンが2番目で、もう移ったの最後の山に行ったのは2番目の学校がダリアンです。あれ兵隊がいっぱいわーっといるところ、はい、そこから移った場所はどちらになりますか。カテガン校です。カテガン校、はい、もう最後の山の学校、カテガン校の
カテガン航空ね、カテガン校っていうのはあの小学校ですか。小学校のその地域のね、高知の名前です。あっちではね、カテガン高知。私が行って最初のあの一番山奥のところは馬後高知と言っていたんですよ。はい、高は耕すという字、はい、ご存知よね。耕すという字ですよ。耕す地、あの土地の地、はい。高知、どこどこ高知、どこどこ高知ってあったんですよ。はい、向こうではそういうふうにあの地域分けしてました。で、一番いや本当にあの町の学校はダバオ、あっちはもうダバオ市って言ってました。市なんだから、最初の大きな学校はそこはもう離島、各離島から来るから寄宿舎もあるし、生徒在学生も相当いたし、大学生もいっぱいいたし、もう先生方も大勢いらっしゃるし、全部先生方大和の先生ですよ。うちなんちゅたった一人、各学校にたった一人はいい方、沖縄の先生が。ダーバの学校では森田先生という沖縄の人がいましたけどね。で、2番目のダレオの校にはもう兵隊さんがいっぱい いる、わさわさって来た子。あの学校は前城先生と女の男の、やっぱり沖縄の人が一人いらしたね。あとはみんな大和の人。そしてそれからもちろんあっちに引き取られていって、向こうでも最終的には学校も向こうであのずっと出て、その、最終がなんていうんですかね、もう山の中で、あの頃からもうだんだん日本語も物量が不足して物質が来ないの。あの2番目の学校にいる頃まではあのダリアンコンダリの学校まではあの輸送船もついて、あの食料もいっぱい、この今度からあの貨物船とか輸送船で運んできて、ダバオ港まで入ってきて、それを全部配布して、武器も来るし、まだ弾もあるし、そういう時代はまだ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 あったんですよ。でも私たちがカテガン港を移ってからはもう来ないんです、食料が、武器も一切。ということは日本軍はお手上げなのよ。まず食料がない、それからあの武器もない。ダバオ港まで来るのには第一フィリピン軍との一番最後の、向こうオーストラリアですからね、オーストラリアのあっちが小さいニュージーランドがありますよね、牧畜の盛んな国ですよ。その最後、ミンダナオ島も最後なんですよ。マニラは、まあ、大統領府があるところ、ルソン島は、台湾はそこですよ。こっちがマニラ、そしてあっちが沖縄ですよ。とっても近いんです。でもこっちからミンダナオまで行くのには何千キロか、1000キロぐらいですよ。あんな遠いところに行っていたんですよ、沖縄の人は。いや、まあ本当にすごい大変な、沖縄の人って働き者よ。だからああいう東南アジアを開拓したのはね、山の仕事をしたのは、こういう朝山を開拓して作り上げたのは、本当に血みどろになってあの働いたのは沖縄の人がもですよ。あの山の生活は大和の人はほとんどいなかったです。ほとんどっていなかった。本当に大和の人は町の方でそれぞれが床屋をしたり、あるいは何かお店をしたり、お菓子屋をしたり、また旅館ホテルもみんな持っていましたよ。そういうところに時々お父がいる頃はいつも泊まりに行ったり遊びに行ったりやっておりましたからね、あのいたんですけど、あのもう向こうに行く時からはもう船が届かない。途中で制空権、制海権全部連合軍に抑えられてしまって、あんな遠いみんなの前で米軍があのなんていう あの探せないわけはないでしょ。ずっとついてくっているんだって。であの潜水艦がこの追って日本 の輸送船とか軍艦などをね、そしてわざとみんなのあの港に来てからにもうやっと着いたって安心した頃にバンバンバンってカットポーシからみんな割られてしまうから、そう言ってましたね、伊藤さんが。でも片っぽしからダバオ港までせっかく来たのでみんなおられて物が入ってこないと。その時からはもう食料も足りなくなってしまって、私たちは食料作りよりも一般民人の人はトウモロコシも作るし芋も作るし
向こうで山では自分で作ってますから、もう自給自足で。そしたらもう日本軍に食料の提出教室ということで、あのお米もトウモロコシも野菜類もどん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 出さなければいけなくなったんですよ。私たち一般住民も大変な思い。そしてそれだけでもないですよ、カテガに行ってから今度はあのちょっと寒いのあるケソをね、そこにあるかでしょ、あの、はい、でもこうすあの青いのでパッとやって青いのをして、はい、寒くなってきた、直接食べて直ですもんね、低くしたらね、22度に、あ、低くします、今消しちゃったんですけど、いや消して消して、しばらく消しといて、氷さ、これ持ってきた、食べながらでいいんじゃない？あ、本当？え、いいんですか？そうよ、食べながらさして、うん、せっかく持ってきたの、入れたのに、すごい、はい、ちょっと、おー、ありがとうございます、すごい、はい、美味しそうね、上等だね、はい、あ、なんか、おもてなしがダメなんだから、食べない、あ、失礼します、あ、私の、はい、なんか私は言うしかない、足りてるな、はい、あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、だ、誰、さ、サジ持ってない人誰ね、あ、自分です、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、お、お、お、ありがとうございます、本当だ、本当だ、本当だ、ありがとうございます、これが一番いい、本当美味しいですね、これも来たよ、はい、おばあたちも、ね、おばあたちも向こうで気分悪いって言ったらね、職員がこれ、おもてなしがちっちゃくよ、この大きなもんで、この失格ね、ちっちゃくあげて水直してますよ、あのデイサービスでもね、黒糖を少しずつおばあちゃんちにあげて、これあげてちょっと気分悪い元気になって、これ持って食べさせて、お水飲みさせてやってますよ、美味しい黒糖、これは立てるもの黒糖、してあのなんていうのかね、その時からもうね、飛行場作りが忙しくなって、うちのおじさんも1ヶ月なのもう家を空けて飛行場作りに行くし、塹壕掘ったり、塹壕って分かりますよね、あの掘って戦う時には隠れるとこさ、そしてあと飛行場作り、もう家も忙しい、作物も作らんといかんのに、男たちはみんな駆り出されて1ヶ月間ずつもずっと向こうなのよ、そして1ヶ月したら戻ってくる、またすぐまた呼ばれる、そういう状態でも陣地作りに追われてね、普通向こうのフィリピンの人、私たちもね、子供からそんなことしていましたよ、向こう行って私たちも飛行場作り、4年以上6年までは高等科はまた別、今でいうあの尋常高等小学校って前は言ってたのは今の中学1年2年ですよ、今現在の中学1年2年ね、この人たちはまた直接あの軍部に入って兵舎に入っていって、そこのまたいろんな手伝いいろんな仕事があったらしいね、やっぱり陣地作るやら何やら、女性ともですよ、女性とは陣地作るというよりも弊社に入っていて何をするかといったら洗濯したり、その洗い物いろんなものやったり、それから食料ご食べ物まあ作ろうって兵隊さんに食べさすの、そんなことやっていたということを後で私の先輩から聞いたんですよ。私たちはちょうどその頃もう6年までが山の学校だったから、小学生はまた小学校4年以上から町のね、あの本当にあの町も危ないんですよ、もうすでに近くの島までアメリカ軍が来て時々飛行機をそれへ爆撃するということを聞いていましたから、どんなことをするかといったらですね、これくらいずつの石を採石して、もう石をバーンとあのダムの後で割るんですよね、大きな石を、確かにこれくらいずつに割った石を後ろのあたりのもうすぐトラックで持ってきて、すぐかある程度の間隔を置いてこうして置いあのこうしていって、私たちはそれをザルに入れて取ってきて、一列なら横一列何百メートルで人海作戦、あのなんていうのかね、あのブルドーザーでするんじゃないんですよ、飛行場作るのよ、あの頃日本のやること、今だったらとってもおかしい、子供みたい おままごとだなと思って、あのザルをね持っていって、その石ころ持ってきてはお山座りして、人たち糸の方言で
あれやってね、これ一つずつ並べるんですよ、私たちは。小学校4年以上、こんな鶴見本貸すと思ったのかって私ももう後で考えたんですけどね。私たちは必死ですよ。というも日本は貸すとしか言われてないし、天皇陛下の御ためにと言って一生懸命いつも言われていたから、もう頑張らなくちゃって勉強一切ない。それからは勉強してないですよ、もう。そして石ころ一個ずつ50センチ間隔ぐらい並んで、何百メートルも並んで各学校から動員してきて石ころを並べるんですよ。これ一つ並べながら後ろにどんどん下がりながら並べて下がっていくわけ。またなくなったら家具持ってきて取ってきて、またそこを並べていって、そういうことをもう1ヶ月ぐらいずっとやってましたね。ずいぶんもちろん子供の手でもやはり人海作戦必死だから、こっちは一生懸命並べて、もう一生懸命並べて、少しでももうの早くこう石を並べていこうというもので必死だから。でそれがね、フィリピンなんて年から年中湿度の高い国なんですよ、いつでも。それでもうこの、ね、灼熱の下でよ、座ってこんなして並べるでしょ。太陽も木もあるわけでもね、影があるわけでもね、広い飛行場だから。そこでね、今言う熱中症だったと思うよ。あとで熱中症って言葉なんて聞いたこともない。熱中症とは貧血で倒れる子もいるし、あの小さな小学生たちですよ、貧血で飛行場でボーッと倒れてしまう人もいるし、そして気分悪いって倒れてしまうのもいるし、その時にはまた衛星が飛んできて担架で運んでいって影に テントの中に連れていくけれど、別に扇風機があるわけでもない、何でもない。ただ影に連れて行ってそこで少し休まして、水を飲ましたり、いろいろ衛生兵がやってましたよ。衛生兵っていうの分かりますか？今の看護師みたいなものですよ。そういう人たちが来てね、やっていたんですよ。して本当に大変な時代で、後で振り返ってみたらね、あの時は軍国教育が徹底されてるから、私たちは軍国少女だったもんだから、どんなことがあっても戦を勝つためにはこれを一日も早くたくさん並べて早く飛行場を作り上げないと、とそんなことしか頭にないわけですよ。でもう帰ると、私は比較的健康だったから熱中症もならなければ貧血も何もならなかったんですけど、やっぱり人をそれぞれ人が変われば、体力のない子もいれば貧血の子もいればいろいろいますよね。だからそういう子たちなんかとっても辛かったんじゃないかと思うよ。灼熱ってる太陽の中で一日中これ並べてるんですよ。ご飯食べる時だけね、木陰とかテントの下なんか行って食べていたけど、その後はもうずっとその一日中それをしばらく続けている間に、今度はだん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 近くの島まで敵の飛行機が来て爆弾落としたという空襲があったということが聞こえてきたから、さすがに日本軍も子どもたちは危ないから飛行場作りをやめさそうということになって、私たちは飛行場は行かない行かない、その代わり食料作り、山のまた山を開拓して、嵐をね、それとか1年生も一緒ですよ。1年生から、ね、小判持って、川持って、釜持って、下級生は釜で一生懸命草刈って、足柄山梨湖までも引っ張って、みんなで協力して引っ張っていって捨てて、私上級生は桑で耕して、でそこに芋を植えたりトウモロコシ植えたり、本当にそんなことをして勉強というのをほとんどやっていません。だから今思うとですね、あの時の私たち 2か年ぐらいのね空白の勉強をどうしてくれるって言いたいぐらい、本当は腹も立つ時ありますよ。お国のためにと言ってね、ああいうふうに子どもたちまで下級生、小さな1年生からですよ、畑作りに行って野菜作り、食料作りに、日本語に出す食料を作るために、そして各家庭でももう自分たちで作るトウモロコシ、お米、お芋、野菜、どんどんこうしてどんどん出しなさいということで、自分たちが食べるのも大変なのに、子供の多いところは、うちはおちぎったところのおじさんとか子だくさんでね、もう本当に大変でしたよ。でもそういうとこでもね、野菜を出したり出せるものは出していましたよ。本当にそうしてるうちに、今度はどういうことか知らんけど、各山の中に兵隊さんたちが分散してきたわけ。本当は学校も取られてしまった、最終的には軍兵舎になって、私たちは学校から追い出されてね、各地域のわずかずつに分かれて、友達も同級生も
気になった友達とみんな分かれて各地域地域でね、例えば山里君、南東原、茶炭、そこ、そこなんていうの、小屋というふうにして少しずつあざに分かれて、少しずつ学生もみんな分かれていって、そしてフィリピン人のちょっとした家を接収したんでしょうね、日本軍が。そこにまたみんな集まって勉強ってもない、そこからまた畑耕しにですよ。本当に勉強するということもあの頃からなかったですよ、ほとんど。たまにも校長先生が行ったりすると、今日はもう何山に行かないでいい、もう畑に行かないでいいから、たまには勉強しましょうと言ってね、たまに勉強する時があったんですよ。だけどたまにしかしないから、もうだん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 今まで習ったものが忘れてしまったり、本当に大変なこともありましたよ。書いていた字も分からなくなったり、算数が分からなくなったり、そういうそんなを不自由な思いもしましたよ。そうしながらまたもう今日はね、もう一日中勉強をまた一日中やってるあれもないから、休みながら何をするかといったら、日本語の箱、上履き、草履を、草履作る分かる人ありますか、草履を作るの。そうよね、私たちも向こうで教えられて、それはまた何で作るかといったら、朝マネの朝の表の皮よ、茶色になって枯れたものをこれ取ってきて、これいちいち引き裂いて、この幅にで草履を編んでいくの。これ日本語の上履きって弊社で履くもの。休み時間にはまた廊下に出てこれ一生懸命編んでましたよ。勉強どころか本当に。でもその頃からもうやっぱりなんとなくね、地域の人たち、おばさんたちが国防婦人会なんて言って、婦人会というお組織を作っていたみたいで、それでもすぐ近くに、こちらへの近くのすぐ呼べば聞こえるような場所じゃないですよ、何万株とか何千株とか、みんな朝山持っていますからね。1キロ先の一軒、また近くてもあっちに1キロとこっちに1キロね、お互いがすぐ近くに住んでるならまた近いいんだけれど、本当に遠く離れた人たちにまた連絡して集まってもらって、避難準備の練習というのは講習会があったみたいで、似た今を乾燥して、家具があるでしょ、広い水置きというのは分かりますか、方言で水置き、平たい家具ですよ、物を入れて干すの、それ入れて芋を煮て、物をすぐすぐ切って天日干ししてカリカリにして、避難食料として、それとバナナの薄切りにして、またこれも乾燥してカリカリにして、あとどんどんもう袋に詰めて、もうたくさん作らないことには、こっちは家族も分かったからね、もう芋の干し芋、干しバナナ、その他トウモロコシも持てるだけは持って準備みんなしたったんです。いざもう避難準備が近うち始まる、近うちどっか避難せんといかんということが連絡来たもんだから、もうこんなもの作りでやって今一生懸命だったんですよ。そして本当にとうとう避難命令が来てね、昭和20年4月1日避難命令が来て、一般の法人はずっと多摩川という原始林の中で、もう空も見えないような熱帯雨林の中に、多摩川のジャングルにみんな向こうに逃げ込みなさい、1、2ヶ月頑張れば日本軍がまた取り返しに来るし、あんたたちを救い出すから、そこ行っときなさいというような簡単なことさ、もそんな簡単じゃないですよ。日本アメリカ軍はどんどん勝ち進んできて、日本軍は武器もない、戦う意欲もない、何もない。その時からは逃げるだけ。そして各山に分散して、兵隊たちもあっちの家に10人ぐらい各小隊、小さな小隊作って、山の中にみんな兵隊たちも分散していたんですよ。そうやってどうして集めて、いざ戦争という時に集まってできたもんでするのかなって、子供心にも私不思議でしたよ。ちょっと大きな家をまた相談して、そこから同じ日本人よ、沖縄うちの話を出して、この人は小さい家の方に移して、
またそこが日本語がまた入る、まあ、うちは子供が多いから家大きくてもやっぱりうちはできないわけ。そしてまたちょっと隣近所の家も地味なそのように日本語が入ってました。そして本家に入れなくなったら、まあ、思い出に入れなくなったら、あの朝引く機械声があったから、その機械声にまた日本軍たち2回3回とこう段作って寝室みたいなの作って、そこで住んでいろんなものを集めてきて、あれたちも一生懸命あの陣地作りしながら半分はまた食料作りやっていたんですよ。ないもんだから本当にああやって戦えたもんかなって後で考えたら不思議でならないんですけど、飛行場作りそのものが私はね全くあの子供が石並べて遊んでるみたいに、あれなんてや米軍がバーッとブルドーザーで石並べて後を攻め張って出来上がるでしょ。あれであんなにして本当に日本のね大本営にいる人たちは頭をどうにかしてたんじゃないかなと思いますよ。それで勝つんだと言ってごめんなさいね、あれでちょっとおかしくなってる。避難命令が来てこのジャングル逃げた、ジャングルに行くまでも何日かもかかって逃避行よ。じいちゃん子たちなんかもその間に終わって、まず食べるのがない、栄養は取れないでしょ。一応何かは持っているけどお米もできるんだと思って、行くまでにはもうジャングルに入る手前までにはね、小さい子たちはもう歩かしてるからもうへたばるのよ。大人だって疲れて、まあまあ歩きたくね行きたくねというぐらいでしたからね。でやっとジャングルの第1キロ目、こっちから玉川の山というときに1キロという地点があったのよ。こっちからいよいよジャングルに入るんだという時の前の晩で、一生懸命ようやく持ってきた鶏1匹を、鶏は取れるか取って、その頃までまだ牛がいたから馬車に乗せて、具有者には子供たちも乗せておいたけど、その間に途中一羽一羽殺して食べ潰して食べながら栄養もつけながらということなんだけれど、この熱車の中、暑い中のフィリピンの何とも言えない暑い中から子供たちはもう歩いたり乗ったり、途中で牛なんてもうみんないない。今度は食べるのがなくなったから牛を潰して食べるの、みんなで。でもジャングルに入るとかほとんど牛なんていなかったですよ。持ってる食料を担いでこれからのジャングルに入るんだなという気持ちで、真っ暗しもあるんで原子の中にあっちに入ったら何が言ってあるんだろうという気持ちで、私たち自身もあのとこに入ったこともないし初めてだし、日本軍の命令だということだから、あの頃軍の命令といえばもう天皇陛下の言葉って聞きなさいと言われてましたからね。それで反発したらすぐむしろおっかりすれば銃殺されるさ。入っていったはいいの、人間一般住民が入ってる間はそこに弾も爆弾も飛んでこないけれど、今度日本軍もたまらなくなって戦えないから、もうアメリカがドワーッとすぐもう押し寄せてきて攻めてきたから、戦うにも本国から武器も来ない、食料もない、何もない。手ぶらのままでは戦えない。ただ弾の入ってね、弾一つか二つぐらい持って大切によ。この鉄砲ただ持っていただけ。そして要するに日本語ももうはっきり言って負け戦ですよね。廃材兵というんですよ、負け戦には。廃材兵が、日本の廃材兵がよ、日の元のための誇り高き日本の軍隊がよ、世界一強いという日本の軍隊が、世界一強い神の国で戦も負けないなんて言っていたくせに、もうわーっとそこにジャングル入り込んできたもんだから、それからも無差別にアメリカの飛行機がもう爆撃が飛んできて、どこであろうと構わない、ジャングルだから人は見えないもんだから、ボン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 いそうなとこに爆撃からあの爆弾をボンボン落としていくんですのよ。運の悪いものみんなこれに当たって死んじゃうわけ死ぬならいいわけよ、あの本当死んだ方がマシ。あれで怪我したらね、生きる術はないんです。薬はない、医者はいない、脱水症状になっても点滴があるわけでもない、もう本当にそのままそこでへばってね、
そのままもう死んでいくしかないわけ。あの大きな木の大木ね、の大きな根っこに寄りかかって、そのままもういつの間にか死ぬんですよ。死ぬ前にね、だから直撃で当たって死んでしまったら、あちこちの骨も頭も足もほっとぼとけありますよ。全部なんぼでも見てきました。爆弾落ちてきたらね、この破片というのがすごいんですよ。火のように真っ赤にした破片が、それが破裂した瞬間というのは、火薬の匂い想像つきますか。火薬の匂いが、あの硫黄の匂いですよ、あれは。それでもうこの煙も立ってるんですね。で、大きな爆弾が落ちたら、この屋敷ぐらい穴が開くんですよ。そのところに私も一回当たりましたよ。不思議なことね、すごく私はね、怪我一つもしないでいました。爆弾が落ちるという瞬間的に感じてね、大きな爆撃がガーッてすぐ来たもんだから、ガーッと思ってすぐ張って、アントニーの訓練もすごいから、軍事訓練、目を押さえて、鼻、耳、ほら耳と目を押さえ、鼓膜を破れないように、目玉が飛び出ないようにという、その落ちてくる破裂の圧力で、そのままだったら面談が止め出す、耳鼓膜が壊れるということだから、耳を押さえて、で耳同時にこなして押さえる訓練はすごくされましたから、これは役立って、爆弾が散るなって一瞬間的に感じてね、パッて張ってからもう体をなるべく低く、で目と鼻を編んだ、耳を押さえて張ったの。そしたらそこでものすごい炸裂の音が聞こえて、それと同時にもうすぐ 砂やら石ころやらなれな、バラバラバラって自分の上に落ちるのが分かるんですよ。そしてこの破片がシュッ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 と飛んで、破片が散って飛ぶ時の音というのはすごい、ものすごいヒュッ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 ってすごい瞬間だから、その大きな木の幹にバシッバシッバシッってみんな穴開けていくし、枝ぐらいバンバンバンってみんな切り落とすので、そこでいて運の悪いのが兵隊なんかそこに隠れていたはずだけど、当たってお腹切られて、お腹切られたらもうおしまい。腹渡がその辺に広がって、本当に人の腹渡ってそんなたくさんあるんだなと思うぐらいびっくり。俺の腹渡、俺の腹渡いてくれ、助けてくれって言うんだけど、そんなことしてる場合じゃない、こっちも。でも私は自分死んだと思ったの、その瞬間は。今爆弾がこっちに来た、そしてもうすごい炸裂音だった。でいろんな弾の破片がしょしょで飛んでくるのも分かる。で私は何なの、一体生きてるの死んでるのってみたいな。というのは上から土もいっぱいかぶさって、この石ころ砂利みたいなのがかぶさってくるのも分かるわけですよ。ただ目と鼻を一生懸命、目と耳を押さえてはいるんだけど、動きもしなかったんですよ。そして私は一体何なの、これ痛くもないけど、生きてるの死んでるの、これってここって天国だから痛くないのかなって、錯覚、変な錯覚を起こしてね私は。そしてしばらく音が静かになってきたから、でも周辺では助けてくれ、痛いよは聞こえてますよ、あの中では。でもそんな起きてて見るぐらいの勇気はないし怖いし、そして一つ一つまず手をこうして動かしたら動く、足もこの下動く、こうして砂をどかしたらどける、砂に埋まっていたんですよ、私もこの辺から全部したら、こうやったら動く、手は出したら出せろ、足も動かしたら動く、そして恐る恐るちょっと耳を立ててみたら、なんていうの、ほら小鳥の声なども聞こえるのよ。山だからジャングルだから、卵落ちる瞬間小鳥もどこにいるか知らないけれど、聞こえてくるのよ。だから私、あれここは地獄なの天国なのって思ったりしながら、変な錯覚を起こします、人というのは瞬間には。ひどい目なって、沢さん、さっき落ちた爆弾はスマコさんの大体どれぐらい離れた場所に落ちたか分かりますか。すぐそこですよ。不思議でね、私これ後で分かったこと、そんな難しいことあの頃考える余裕もなければ思ったこともなかったんですけど、物理的というのかな、爆弾を破裂したらこうやっていくんだなということ。あ、でこっちから向こうの人が大怪我で、もうそれこそ大怪我する、この間にいるんですよ私は。これ私覚えておいてね、実際を経験したこと、自分で経験しなければわからないですよ、後で気づいた。距離は10メートルもないですか。ないすぐ、すぐそこ2、3メートル、大きな穴はすぐそこ、大きな穴は爆弾が落ちたらもう池のような大きな穴が作る、自然にほら
バンと破裂同時にもうひっくり返るから大きな爆弾越しだと思う。この辺のこのお家のその辺後の穴が開いていたから後で気がついてみたら。じゃあ5メートルもなかったんですか。5メートルないですよ、すぐそこ。そう、私は爆風を受けましてババッてすぐやったのは分かりますけどね、うん、破裂する瞬間の風を受けたけど、風を受けると同時に私も瞬間的にも日頃から訓練されているから、日頃でも私はとっても素晴らしい声だったから、うん、あのさっともう落ちるということがまず危険を感じたわけ、うん、ガーッて爆撃が近づいてきて、もう爆弾落ちるなと思ってバッと伏せたの。そしたらすぐわバンと落ちて大爆発なの、うん、そして私は自分でだからその時の地獄天国どこって思ったの。そうなんですよ、生きてるか死んでるかも分からない、痛くないから天国かなと思ってみたい、変な錯覚をするんですよ。そしたらね、周辺でそのうちに小鳥はピーチクなくし、そしてまた今度またうめき声があちこちで聞こえるの。その爆弾のせいで破片が当たってあちこち切れて、もう苦しいよ助けてよ痛いよという人たちがもう聞こえてくるわけ、うん、そしてもうこの破片を散った時のすごい熱のように爆弾が破片が割れて破裂して散る時には火の粉とか熱いということわかります。何百度ぐらいあるんですって。あれはなんで切られたのも腐れてしまうわけ。そう当たったら当たり死んだ方がマシなのよ。で木の枝もバシバシバシって切り落としていくの。大木にも突き刺さるのよ。後でようやく起きて立って私生きているんだと思ってもう立ってみたから、そこら中もこのあれが刺さってるの、破片が木に。で切られた枝も小さい枝バンバンバンって切っていくの。人間の首ぐらい何でもないので、も足も吹っ飛んでいきますよ全部。ありましたよ、だからなしか知らんけどその辺に落ちていたり、でかわからんけどその辺に落ちていたりもたくさん見てきました。その時も中の方で何人かの人がいたよ助けてよ助けてよするの聞こえたけど、もうだんだん今度落ち着いてきた。恐ろしくなってね、こっちから早く逃げなければまた逃げなければまたもっと来るかもしれないと思って、もう一目散にも自分がの隠れがさいるとこいるとこに走って帰って、あの怪我一つもしない。本当に不思議だった。それは多分言葉で言うとなれば物理的がで、そういう考えればそういうことだなと思った。こうやってこの空間には飛ばないの、こうやって行ってあっちに行くわけ。でも火薬の匂いというのがすごいもうもうもうとしてるの。落ちた時期だから、破裂した時期だから煙みたいにもうもうとしてるんですよ。それを目をこう土の中からこうして目を恐る恐る目を開いてみたりしていたから分かるんですよ。匂いもすごいです、火薬の匂いは。そんな中から何も怪我しないで生きて帰ってきたの、またこれ不思議。あの避難勧告が出てこのジャングルに逃げた時、スノコさんは何歳ですか。あっちに13歳ぐらいですよ。13歳で、その逃げてる道中で爆弾が5メートル範囲内で落ちて、まあ、無事生き残れたと、うん、その間にいてね、不思議なことにね、うん、そういうこともそういう一つの何て言ったんだろう、現象というのか物理的に考えたらそんなもんかなと思った後でよ。これもまた でもうそれからはね、もうジャングルの中のね悲惨さ語りたいです。大人も子供も栄養失調かかって食べるのはないわ。ジャングルに入ってきて私たちは4、5、6、7、8、終戦になるまでも分からなかった、終戦になったことも知らなかったですよ。8月15日もで、その間5ヶ月間ジャングルは、うん、このたださまよって逃げ回って食べるのはなくなる、もう食べ物を探し込んだ。私は一日中朝から、うん、もう飛行機に見つからないように空襲されないように、あの木の葉とか木のこの何ていうのか根っことか食べられそうなものを拾って、これなら大丈夫かなと思ってあんなのを拾っていって、また今度おじさんおばさんがいるとこ持って帰って、大きな釜にあのお米をこんだけ入れて塩入れて洗って、このものを取ってきた山のいろんなあの食べられそうな葉っぱ
入れてごとごと煮てそれを食べるだけ。その山の食べ物も私自身はどれが食べられるのか何か分からない、ジャングルの中だからも何かしらわけのわからないお化けみたいなカズラがあったり、あの今で思うとあのセロリ、セロリのあれは先祖かねと思う、全くセロリに似たようなものがね、このすごくこの大木にくっついてこうしてあるのよ、這うようにして、それをね食べられるよ。私がそっちから走るの、日本語は見てるのよ。日本語は、あれたち動けなくなって大木にもこの寄りかかって、食べるのもない、武器もない、戦争する記憶記録は全くない。だから座ったまま動けない。だから教える私に、ゾウちゃん何してるの、食べ物探してますって。私も元気だからはっきり言って、また巻きつかますよね。ジャングルの中に来てるの全部がほとんど湿ってるから、すごい火がつかないのよ。だからとっても細い木の、ちょっとでもあの使いやすい、火がつきやすい木を、木のちっちゃな細い枝なんかを探していたんですよ。そしたらね、食べ物探していますって、何か探せたのって、何を探していいか何を食べていいか分かりませんって言ったからね、これは食べられるよって教えられたのがこのセロリに似たよね、セロリの元素かなと思うような、元素かなと思うようなのがあるんですよ。全く後でセロリ見たから、これに似たようなものがジャングルにあったんだって思い出してね、あれの元素じゃないかねと私思いましたよ、今になって。でこれをまた取り、あの持ってきてまた食べられるというからといって、またきれいに川で、もう川はしょっちゅうあちこちで流れていましたよ。ジャングルだからあっちもしょっちゅう雨はもうしとしと年から年中濡れていましたから、体が乾くということなかったですよ、あの中では。その子さんにその食べれるものを教えてくれた動けない兵士っていうのは栄養失調で、もう栄養失調です、もう動けないです。そこでもこの木の寝方にこう寄りかかって、足も投げ出して、もうただまだまだ神経あるわけですよ。教えたりしてくれるから、あれは食べるなよ、あれは毒だよ、死んでしまうよ、自分の同じ戦友がね、あれはもうひもじもだから食べたら口から吐いて死んでしまったよということも教えてましたよ。あのジャングルの中であの人たちは私たち以上することできない、元気もないのに。だけど中に、ね、若い兵士などが、私は会ったこともない見たこともないんですけど、あの同じ知り合いの人たちから持ってるお米、あの奪い取ってしまって、この人たちは子供たちも自分たちも明日から食べるのもなくて、もう自分たちは死ぬんだね、どうするか、こうする、大騒ぎしてね、みんなわーわー泣いていたという話を聞いてますよ。でも最後の人は私はそれ合わなかったわけですよ。お米はおじさんとおばさんが分けて持っていて、他の荷物は私が担いで移動するときにはそうしていたんですよ。でもうお米、この持ってるお米だけが命綱だから、あのそれこそこれくらいずつ、いいよってほとんどないですよ。それにまた元気で走り回っていたんです私は。でむしろあっちがわちよくかわいそうな思って、あの教えてくれよったんですよ。でこの人たちをやっぱりね、そうしてるうちに自然のこの小さなハエとか虫たちはアリンコだしでも人間が死ぬ前分かるんですよ。今考えるとこれはダメだなと思うのよね。この辺の目尻の方しちょっと湿り気があるでしょ、こっちとかこの辺、花のこちらへね銀梅が止まるの。でそう卵を見つけるのよ、この口のこちら辺、この辺、うん、そしてもちろん霜、霜もう栄養失調になって死ぬ前にはね、霜からドロ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 内臓が腐るんでしょうね。その匂いときたらもう本当にもうそばにも寄れないぐらいのもう恐ろしい匂いがしますよ。人間がまだ死なないうちの内臓が腐って、こっちからドロドロ出るんですよね。で銀杯がいっぱいもう真っ黒くあのそこにくっついてね、 2,3 日も経ったうちのウジ虫がちょろちょろちょろと湧いてきて、この辺もウジ虫、この辺もウジ虫、ここから中虫中になってね、一生懸命この張ろうとしてるけど、それももう弱くのこと力がないから、それでもまだ神経あるんですよ。ある日私はお嬢ちゃん、自分のこの顔のウジを取ってくれんかね、払ってくれんかねって言われたから、あんまりにもかわいそうだったけど、とっても怖いし、でも何かと教えてもくれたのにと思って、
この兵隊のこのこっち側の虫だけこうやってパパパって、気持ち悪い気持ち悪い、あの虫触るのもだけど、もうこの人とってわーっと払っていっぱいにわーっとやったからありがとうって言って、わつもそっちからもう逃げた、恐ろしくなって、そういうこともありましたよ。こんなのはいくらでもいました。この人だけじゃないですよ。至る所日本語はみんな下手ばって座って食べるのもないし、戦う意欲はもちろん武器も何もない。この人たちは一時は甲板というのは、ほらアメリカはシーレーションといって、このなんだ戦場で食べる食料はすごいなものですよ。シーレーション分かりますか、戦場用のあれ持っていて、あんたちは平気、こっちは何もない。で甲板といって硬いビスケットみたいなものね、父ちゃん分かるでしょ、甲板ってありましたよ。これにね、こくらの袋にコンペイトーといって星の形をした赤や白や青の砂糖みたいなのがただ入ってるだけ。それを持っている間はまずいい。それ以外も軍事とかこういうの兵隊の食料というのもなくなってるわけ。缶詰でも何も最初の頃はあったみたいですよ。牛肉の乾燥牛乳、あ牛乳乾燥牛肉、乾燥味噌、乾燥醤油というのがありましたよ。私もらったことあるのに。だけどこれももう全部底をつけるわけ、なくなるわけ。なんか食べるのはない、の水も飲めない、それから動きもしきない。そのうち銀杯がたかって、はい、宇治が湧いて、そのまま死ぬしかないですよ。意識はありますよ。だから大変つらかったでしょうと思いますよ。それはもう同じようにね、一般の人もですよ。もう栄養失調かかって動けなくなったお父さんお母さん、あるいは子供って、もう一番早く終わる弱い者が犠牲です。小さい子供がまず先、それから女子供の日頃から体の弱い人なんて、もうジャングルに入ったらすぐ。人間はそれぞれ体の作り違いますよね。弱い人もいれば強い人もいますよね。それに、それからすると私は強い方だったんですよ。そしてあまりにも暇じいから、そこら辺にから歩いてるトカゲでも掴んですぐ口に生で入れる。それからのエアモリの卵、その中見たらすぐ取ってすぐ口に入れる。生のもみんな口に入れるもんだから、今度はすごい、これ栄養失調でいる上に、そういうものは生のもの口にしたら消化する力もないわけだから、すぐ下痢をするのよ、下すのよ。でますます下手ばるわけ。人間ってほらお腹下して、何かしら下したらただでもいいってなっちゃうでしょ。それと同じ、今だったら点滴すればなってしまうこと、医者もいるから、何脱水症状もしない、マスクそんなもんいない、軍医さんだって兵隊だ、どこにいるのか何かもわからない、いたとしても薬もない、結局死を待つだけですよ。悲惨ですよ本当に。そして子供たちなんかもう小さいうちからもう持たないから、もう弱ってしまうし、子供たち捨てていくんですよ親が。人間ってね、いざとなると人間じゃなくなるわけ。そして人間はとにかく自分は生きたいというところがある、欲望が。これも分かった、自分の子供を捨てても自分は生きようとするところがあります。獣より異常です。下というのかな、獣は命を懸けて母親は子供を守るでしょ。違います命なんか懸けません。弱って歩けないなと思う子はもう捨てていきます、どん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 道端に。そうしてどこにもかしこもいましたね、そういう子供たちが。もう道端の皆が通る道のそばに、ジャングルの中にはポツンと置かれていたり、物も言わない、もうだんだんだん衰弱する、気がついたらもう生き耐えてるというの、そんな感じ。そして例えば川から渡るでしょ、川がいくつもあるの、ジャングルの中というのはしょっちゅう水、雨が降ってるか水が流れるし、浮きでもあるし、そしたらね川を渡る時が大変なのよ。川の底というのはぬめりますよね、ほら石に苔がついてぬるぬるしてますでしょ。そこをだからもう渡るのにもうこう必死に積み立てて渡らんといかないの、滑らないように。私の荷物を持ってるから、私はそのまま転んだらこのそのまま川に流されるの。
荷物が一緒に水の中にボボコって沈んだらこれ持って立つということも二度とできませんよ。だからもう転んだら最後ということもあるし、もう必死に足の爪を指をこうこの石にもう立てて転ばないように、転ばないで川から渡るんですけどみんな栄養失調かかってるから力はないし、ちっちゃい割と小さい子供たちはもうそこで流されてしまうんですよ。すっとんけろでそのまま、そしたらもうブクブクブクって流れてくる。親ただ見て助ける元気もなければ助けようともしない。そして言うことが、まあうちのやつだったからすぐ方言使ってたからうちのやつだったなと思ったけど、いやいやな幸な通れい、またまた後からちょうさって言ってたんですよ。あのもうあんたは先に来なさい、どうせ助からないんだから、自分たちもどうせ助からないんだからあんたは先になっときなさいぐらいのもんですよ。手を伸ばしてこうつこうということできないの、つくだけの力もないわけですよ。親たちも栄養失調で自分が立ってるのが精一杯で川を渡るのが精一杯ですからね。自分が転んでまた自分が今度そのままブクブクブクって荷物も一緒にブクブクって沈むだけですからね。だからね、あの戦争というのがどんな悲惨な、子供も捨てるわ流すわ、そのまま道端に生きてるままも捨てていくんだから、せめてめーと死ぬぐらい死ぬまでぐらいそこにそばについてやったらいいのにって思う気持ちはあるんだけど、そんなところでボサボサしていたらまた次はどん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 米軍が攻めてきますよね。米軍から逃げるためにただ必死にジャングル走り回っていたんですよ。もう本当に悲惨。そして一番かわいそうなのが本当にちっちゃい子たち、そして弱い人たちは先に行く、食べるのがないから、あれもこれも本当にそっかと俺や森もあっとすぐ捕まえて口にそのまま人に見せない、取られてしまうから。そして山根の卵、それかおたまじゃくし、帰りはすばしっこいかなかなか取れないんだけど、あのなんていうのかな、あれ元気なものしか帰り取れないのよね。それもそこ座っといて取れるのが水たまりにいるおたまじゃくしを取って口に入れるんですよ。私は不思議なことでどんなにひもじくても生のもの一切口に入れなかったです。だから下痢というのは絶対しなかった。痩せこけて食べるのもね、気がすガキガシ寸前ですよ。私はどういうわけだか知りませんけど、私は子供の時から生卵絶対ダメなんですよ。何があったか分かりませんよ、一切食べない。そのせいもあってか知らんけど、人が山根の卵を食べようと豚の弱小を取ってと口に入れようと絶対食べると思わなかったですね。こっちだったともひもじいですよ、でも一切入れようと思わなかった、不思議なことに。じゃあそのおかげもあって一切下痢もしない。あっちで下痢したらそのままですよ、ええってへたばってもそのまま。だそれがなくて食べるもないけれど、痩せこけて骨とかはなってるけど生きられたんですよ。あの卵はね、何があったか知らんけど小さったから、平和の時から生卵は絶対ダメでしたね。今だって絶対ダメ。だからよく本土研修なんか行くと、本土の人って旅館は朝のご飯に生卵がよく出ますよ。卵かけご飯食べる、まあ、あれをぐちゃぐちゃ食べるのが気持ち悪いわけよ。でもそんなぐちゃぐちゃしないでっていうぐらい私嫌なのよ。私たちはうちのやつは生卵が嫌い割と多いんですよ。集めてね、生卵を食べない人はホテルの厨房に持って行ってお願いだからスクランブルしてちょうだいってね、してまた五輪なら五輪で分けて食べていたけど絶対食べない生卵、今だって絶対ダメ。利用するだけでいいや。そのせいもあってか知らんけど、あんなもん絶対口に入れなかったですよ。おかげでお腹絶対壊さなかった。である日、時々はあんなジャングルの中でも開けたところがあるんですよね。ちょっと太陽が入るようなあの灌木林みたいなところが、そこをまたはあ、いい気持ちだ、久しぶり太陽が見える、久しぶりこの乾いたとこにいられるっつって、200メートル先は敵陣地があるんですよ。はい、ほやほやして見られないように、見られたらうち機関銃が来ますよ、バラバラバラって無差別に。見られたら最後だから、もうすぐほやほやしていって、そこに何があるかといえば、あのマカヤ、わかりますか、カヤ、カヤ吹き屋の家、あの屋根を不安の帰るですよ、あれがあったり。そしてよく見る、よくよく見ると甲節というね草があるのよ。甲節わかりますか、甲節よ、沖縄に昔からありますよ。あれ山とまったと思うんだけどね、
その2つの紅葉を知っていたんですよ、あの薬草ということ。子供の時に隣にいるアメあのフィリピンのおばさんがね、うちのお父さんによく教えてたの。子供がね、熱出したらこのカヤの根っこ、細長い白い根っこよね、あれはヒゲみたいな。あれを取ってね、あのこう栄養があるし、あの体とても元気になるよ、熱冷ましでもあるよ、肉を買ってきてね、あのこれと一緒に信じて飲ましなさいっていうのを聞いていたから、うちの父はじゃあやってみようと、私がために風邪ひくようなことがあるとか、そんなこともやっていたんですよ。こうぶしの根っこはお腹壊したとこ、ちょっとお腹の具合が悪いなと、便が柔らかいなと思ったら、これをきれいに水洗って、そしてあのすすいて水に入れて、その汁を絞って飲まされましたよ。そしたらなんとなくいつの間にか治るというの。この2つをよくしていたから、そこにまたあるのよ、そのまた灌木林の方の開けたところに。もちろんまた這いながら、あっちは200メートル先敵陣地が昭和葉っぱに大砲迫撃砲を向けて座ってるんだ、あのいるんだから打ち込まれるわけですよ。なんかミラルのようにゆっくりくん張ったままやって、私はそんなの食べていました。だからゲルトは絶対しなかった。みんなへたばっても私は食べるのはなくてもへたばらなかったんですよ。でも本当に何と言ったらいいんだろうね、もう小さい子供を捨てていくし、流れても救おうとしないし、だから人間は最終的にはですね、自分の子供を助けるよりも、人より先に死ぬよりも、少しでも自分は生きていたいという、それがあるんですよ、その欲望が。あの時にはそう思いましたね、13、14かな、の時に。みんな、人間は、子供は、平和の時には子供は大事大事ととても可愛がって育てるけれど、いざこういう時になったら子供を捨てていくんだ、捨てるんだ、と思ったんですよ。これはもう戦争というものがね、人を人で亡くなすわけ、親が親で亡くなるわけですよ。もう本当にあの、なんて言ったらね、獣にも劣るというのかな、そんな感じ。あの時にもそう思いましたね。元気な平和な時には子供を大事にするのに、戦争ともなればこういうふうになるんだなということ、人間性を失ってしまうんですよ。でまあその後、私たち8月15日の終戦も知らないでね、ジャングルの中にいたんですよ。そしてそれでもジャングルの中にいたら、もうそうとうとう食べ物がなくなった、ここにいたら死ぬしかないなということで、このジャングルグルカ、だんだんほら人間が今まで住んでいたようなところまで降りてきて、そこに一番山、ジャングルの端っこに、近くに端っこの人の家が、空き家があったんですよ。もうそこからみんないなくなって、そこにも隠れるように住んでいて、私は隠れない、しょっちゅう何か食べ物探し、例のごとく。そこら辺出たら、あの芋はもうすでになくなって掘られて、カズラがあるんですよね、神田わかりますでしょ、芋のカズラ、あれだけでも取ってきて、残ったわずかのお米で塩だけ入れて、味噌も醤油も何もないですよ。塩だけはもう大事に持ってましたよ。であのそれで食べて命つないで、私はもうしょっちゅうもう広いとこに出て、あの何も怖くない、もう何も考えてないもんだから、最近飛行機も飛ばない、爆弾の音も弾の音も聞こないけれど、本当にいい気持ちだなと思って、小鳥とかのビチクパチクも聞こえていて、私はまたわざと高いとこ行って、あの頃軍歌しか歌ってないから、一生懸命に大きな声で軍歌を歌っていたんですよ。誰にもバレないで、フィリピンがも聞いてないでしょ。フィリピン人に見られて殺された人がいっぱいいますよ。あっちから山から降りてきてるのに、生きて出てきてから待ち受けられて、フィリピン人に片っ端から、あの私の同級生もいますよ。同級生はお父さんもお母さんも妹たちも見られて、みんなフィリピン人に殺されたって。そしてこの人だけは長男で一番年上だから元気だったんでしょ、まだまだ男の子は。この人がお父さんが黙つ間にね、お前だけでも生きて帰れと言っていたんだって。でこの人もうどこから走ってるか分からないから、めくらめっぽうにも走って逃げて、やっと命拾いして、そしてただもう
食べるもないから、とどまって座っていたら、何かしらざわざわする音が聞こえたから、何かねと思って夜になって目を凝らしてみたら、ずっとあの辺に明かりが見えたって、恐る恐るゆっくりゆっくり近づいたら、大勢のにうちの人間もう山から降りた人たちが収容されていたんです、ですって。米軍で捕虜になった人たちが一時期その山の下に大きなテントを張っていっぱい収容していたんですよ。そう、私は戦争も終わったのも知らないから、フィリピンがそんなことするとも知らないから、ちっとも怖いもの知らずで何とも思わなかったんですけど、ある日大きな声で軍歌を歌っていたから、どっか知らないおじさんが私に、戦争終わったのにどこにいるのって言うから、んって思って、戦争終わったのって終わったって、どこにいるのって、あっちにおじさんもさいますよって、じゃあ呼んできなさい、見直ってきなさい、死んでしまう、そこにいたら食べるのもないのにって言われたから、いいと思って、その時に帰ったおじさんもさん呼んでして降りてきよったら、どっから一緒になったかしらんけど、ゾロ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 14、5人一緒になっちゃって、その待ってるという場所にテントに降りてきて、そこであのあれなんていうのかな、あのもうウェルカミンって言ってね、このアメリカ兵たちが、よく生きていたね、元気、あのよかったねっていう風にしてね、そして入りなさい入りなさいって入られて、入りして降りてきたのが14人になる、いつの間にかうちの家族だけじゃない、他のからも一緒になって降りてきてるの。そしたら1、2、3、4って数えて10、自分も入れて15人という方、この兵隊が15のカップをここに出してね、そして いっぱいに入ってコーヒー入れて、スプーンに1杯ずつコーヒー入れて、そしてまたミルクも、この角ミルクあれ1つ入れて、角砂糖1つ入れて、そしてまた大きな鍋のお湯をちゃんとふかしてあるのよ。それで組んで、はい、こうしてこうしてみんな入れて混ぜて、はい飲みなさいと言って、自分はまず最初に飲んでみせて、おいしいよ飲みなさいって言うのよ。これみんな警戒するの、昔のあの頃は米軍は鬼畜米軍しか教えられてないから、米兵は鬼だということしか教えられてないから、あの頃の教育は。そんなこと言って毒殺するつもりかねて、食べられるのもいっぱいいたんだって。違うよって、自分たちから先飲んだり食べたりして見せるわけ。この兵隊もこれ飲もうね、自分が飲むからねって飲んでみせて、飲みなさい美味しいよとか、私は安心してました。疑ってもね、あの本当に子は見たら優しそうだし、なんであんな米軍、鬼畜米軍って言ったのに、鬼畜どころか仏様みたいじゃないかという気持ちで、私はもうすぐ飲みたいという気持ちで、コーヒーの匂いがもう何とも言えない、世にこの世にこんな美味しい飲み物があったんかと思うぐらい、コーヒーの匂いが。それは私は飲んでもいたけどね、小さい時に朝一回は、彼らの洗濯をしている頃、父が子供は朝一回ね、元気出すためにと言って朝一回コーヒーを与えよったの。その時のコンデンションミルクがあったから、分かりますでしょ、ミルク、あの練りミルク入れて、はい子供は朝の一回ねと言って飲んでましたのよ。だから私はコーヒーの味を分かって、コーヒーも分かるから、はあ久しぶりなんてこんなの美味しいコーヒーと思って、改めてもうなんていうの、本当に美味しい飲み物だったと感じたんですよ。あと10分ぐらいで、うん、ちょっとビデオが消えるのでお願いしてもいいですか。ごめんなさい。あ、そうですか。じゃあすぐもっと何かしら言い忘れてるような気がするけど、ジャングルの中でのことね、本当にあの日本がお腹を切られて、道のいっぱいお腹があの人間の腹渡というのはね、一旦こっちから出て心中広がるのよ。そして俺の腹と俺の腹と入れてくれ、助けてくれて、こんなことする一時生きてるんですよ。だけどだん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 色マッサーなっていって、出血たれも一緒になって倒れてしまうけど、その人の腹渡を入れてる暇はないでしょ。そっちから早く逃げないと次の弾が爆弾が飛んでくるということしか考えないから、仕方がないから、もうその人を見ながらもかわいそうにと思いながらも逃げるしかないから、子供たちが捨てられていても助けられない、手を貸すこともできない、心が叫んばかりに痛いけれどどうしようもない、子供たちを目を見れば目が訴えてるのね、助けて連れて行ってというこの目はね、何とも言えないの。それでね、あのなんていうのかね、私がね助けられたらね連れて行くけどねと思うけど、自分だって精一杯だから、ただただあのなんていうの、この子たちをもう後ろ髪を引かれる思いで、あの
なんでも置いていくしかないわけですよ。とっても辛かったです。悲しい、本当に泣きたいぐらい、あのごめんね助けられないでっていう気持ち、私はいつもで、この子たちも目で訴えてる、助けて助けてっていうのを目でも訴えてるのよ。捨てていかないでっていうふうな、あのなんていうのかね、日本は戦は負けたことないと、帝国ロシアと戦っても勝ったと、そして神の国だということ、ヒーズの国の神の国ということ、そんな言葉から教えられましたよ。私たちは勉強といえば、本当にその時のことを思うとね、あんな戦負けたってどうってことなかった、戦も終わってたまま飛んでこない、ああ命が助かってよかったと思いました。私は収容所にも入ってきた時からはね、引き上げたのが11月中旬ぐらい、鹿児島港に、南方関係は鹿児島港ですよ。北の方は舞鶴、京都の舞鶴にみんな降りたみたい。私たちは鹿児島でしたよ。鹿児島からの学校に行って一時で、今度また10日ぐらいそこにいて、大分に移されて移送されて、そこでまた過去お寺にまた門参して、過去2家族3家族ぐらいずつ、お寺の大きさによってまた分散されて、そこで後もちょっとした廃墟物もらって、そこで生きていましたよ。そしたら私の前はお寺の奥さんがあんまり大阪一人でバンバン働くもんだから、上の寒い時も呼ばれたんですよ、栗に、栗と台所ね、呼ばれたのは、あなたのお父さんお母さん病気ですか、ずっとあの辺座ってるけどって言うから、病気では、うん、まあ栄養してもらってね、フィリピンでとっても足腰ももう動かないぐらい大変だったな具合でしたけど、こっち来て今元気だけど、もう寒さが応えたんでしょうねって、お父さんお母さんなのって聞くから、おじさんおばさんと言ったの。したらやっぱりね、自分の子供だったらそんなに使わないだろう、寒いのに、なんて言ってましたよ。あっちは自身の経験を通してですね、なんかあの伝えたいこととかありますか、この自分なんか若い世代とか。ああ若い 方たちに、とにかく今話した通りね、二度と戦争が起きないよ、起きてはいけないという自覚を持ってね、起こしてもいけない若者たちは、将来時代にの人たちにまで、あの戦争をやらない方法を考えることですね。戦争の起こらない方法、もう起こしてしまうような形で政治家がどんどんやりよるでしょ、あれをもう止めるしかないですよ。一生懸命、本当だったら沖縄、俺沖縄になって、あのあの辺のことめるのが当たり前だけど、とんでもないような人たちがまたとんでもないようなことをやるでしょう。そういうことをするから戦争が起きるんですよ。だからあくまでも戦争をやっていけない、やらない方法に向けて動く若者たちが一生懸命なって、もう団結してね、戦争反対だ、あくまでも反対だということですよ。そしていつまで平和湯が続きますように、未来永劫孫や子孫たちまでね、そうであってほしいから、そうであるようになるように頑張ってほしいですね、若者の皆さんには。うまくは見せないけど。